こんにちは、丸さんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。雑誌を紹介している動画を上げているんですが、今日紹介する雑誌はね、なるほど、こういう雑誌があるんですねっていうのは、地域経済をリード、産業栽培メディア、マンスリー、コロンブス。まあ中閉じなんでね、そんなに厚い本ではないんですが、今回このワーケーションですよ。このワーケーションが特集で出ているので買ってしまいました。ウィズコロナ時代の新しい働き方改革が新しい地域再生をもたらす、ん？びっくりマークとクエスチョンマーク。新しい地域再生をもたらす、ん？みたいな。ワーケーションで地域課題を解決する、ポンポンと出てます。いろんなところでワーケーションっていう言葉が耳に入ってきます。政府の発表の中でもね、ワーケーションっていう言葉が出てきて、ニューノーマルと言われている分野ですよね。コロナウイルスがまだまだ猛威を振るってはいるんですが、やっぱり経済なんとかしようということで、さまざまな GoTo キャンペーンが行われている中で、まあ、この新しい働き方改革の中で、このワーケーションというのが今注目されています。まあ、ある意味 何それみたいな感じはありますけどね。まあ、テレワーク、リモートワークができるのであれば、わざわざ在宅勤務と言わなくてもいいだろうと。在宅でなくても、例えば近くの喫茶店、その Wi-Fi とか電気が使える喫茶店とか、コワーキングスペースですよね。今僕がこの動画を撮っている場所も、清里高原にありますコワーキングスペースです。まあ、そういったところで仕事をする。で、さらにそれをちょっと離れたところ、あるいはこうね、リゾート地ですよね。そういったところでもできるでしょうということで取り組んでいます。実はこのワーケーション、もう 2,3 年前から実は言葉としては登場していました。で、実際にこのね、一般社団法人日本テレワーク協会というところがあって、そこではもう何年も2019年、あ、でその前だな、から出ているし、あとそのワーケーション自治体協議会っていうのも実は設立されています。県とそれから市町村が参加しているワーケーション自治体協議会というのが設立されているそうですね。なので、そういう意味で言うと、もうだいぶ前から取り組みが行われていたんですが、まあ本当に一般の人が耳にするのは、政府のこの間ね、この間からの政府の発表が、で、ワーケーションですなんていう言われているからです。で、まあ言ってみればリゾート地、まあ本当はね、ワーケーションっていう言葉そのものは、実は国立公園、国定公園を満喫するために出てきている言葉でもあります。そういう国立公園、国定公園、そういう環境の豊かなところで、まあ、仕事もしつつレクリエーション、余暇も過ごすって感じですよね。これ僕近くの人に言ったの、ワーケーション、あのテレワーク、リモートワーク、でさらにこれからワーケーション来るよっていう話をしてるんですけど、実はね、周りの人に言ってもワーケーション何？みたいな反応が結構多いんですよ。っていうのは、もういろいろ、なんでかなと思って、まあ、ワーケーションはね、そんな、まあ、いわゆるお金持ち企業の福利厚生が充実している余裕のある会社がそういうことをすればいいんじゃないのっていう見方もないわけじゃない、結構ある。で、実はこれ、ワーケーションって別に観光地、リゾート地に行って仕事をするっていうのは、あくまでも都会にいる人に向けての話なんですよ。で、実はもう最初に、特に僕の今山梨県にいます。実はここは清里高原です。清里高原っていうのは、八ヶ岳中心高原国定公園っていう、いわゆるナショナルパークの中なんですよ。そこで僕は仕事してます。で、もう一方で山中湖っていう、富士箱根伊豆国立公園の特別地域の中に住んでます。なので、周りの人に言っても、ワーケーション何？っていう反応は、ある意味至極当然で、そんなこと俺たち普通にやってるよって言うんでしょ。例えばです。仕事を始まる前に釣りに行くとか、仕事終わってから、まあ、ツーリングに行くとかね、あのスキーに行くとか、普通にやってるんです、山梨県の人って。なので、実は山梨県とか長野県に住んで、そこで会社に勤めている人、仕事をしている人は、もう最初からワーケーション状態なんですよね。なので、今更それって何っていうのは、まあ、すごく当然な反応です。ただこれは一方でですね、そのいわゆる外国でよくある、まあ、長期休暇ですよね。1ヶ月2ヶ月休んじゃうみたいな、その中で、まあ、仕事もちょっと気になるかなっていうぐらいのワーケーションの感覚と、そもそもなんか違ってる気がします。で、あと気になったのは、このワーケーションでかかる費用っていうのが経費扱いになるのっていうところですよね。交通費、それからホテル代とか宿泊費とか、そういったものがワークです、あくまでも仕事してますって言い張って経費にできるのか、それともいやいや、それは余暇で過ごしてるから休日だから、あの経費じゃないよと言われてしまうと、なんかそれまでかなっていう、企業的にはどうなんだ、福利厚生費で出せるのかな、こういうのってね。
なので多分その辺のお金の流れがこのワーケーションの成功いかにかかっているかなという感じはします。ワーケーションそのものは決して悪くないんですけど、逆にそれで経費がかかってしまうようであれば企業としてはちょっとすぐに取り組めないなっていう感じしますよね。テレワークはむしろ企業としては経費削減にもつながる部分があるので導入はできるかなって感じ。まあ、いわゆるこう企画会社とかね、そういったところはあるんですけどね。そうそう、で面白い会社があるんですよね。バーチャルオフィスのユーザーにワーケーションのポイントや魅力を発信ということで、ワンストップビジネスセンターという株式会社があって、そこの取り組みというかサービスがすごく面白いですね。そういうニーズをちゃんと掴んでるんですよね。バーチャルオフィスはね、うちも言われるんですけど、なかなか住所の使用というのがそもそも難しくて、ただ本当にね、この写真とか見ると山梨県内、僕の周りで言うと山中湖に住んでる人、清里に住んでる人、そもそもやってるじゃんっていう感じですよね。朝仕事前にサップに乗ってる人いますし、朝釣りに行って帰ってきて仕事する人はいますいます。もしかしたらね、僕があんまりいわゆる旅行があんまり好きじゃないっていう、積極的に旅行に行きたがらないんですけど、そもそも丸さん旅行行く必要ないよねっていう状態です、結構あこの雑誌面白いですね。やっぱりいろんな企業の取り組みも紹介されているし、知らなかったなこれ、コロンブス、こういうね地域おこし系とか、街づくり地域活性化系の雑誌いくつか見ていたんですが、もうこれ誰が読むんだろう、経営者が読むのかな、自治体の人かな、経営者の人かな、読むのはね。経営なんだけども、いわゆる民間企業の経営なんだけども、結構地域づくり寄りの会社が多分多いな。企業は本当に自分のね企業活動を一生懸命やって税金を納めるっていう義務を、ね、果たしていればそれでいいっていう会社ももちろんあるし、むしろその地域づくりにその自分たちの仕事を貢献するっていうことを取り組んでいる企業さんもあります。これはどちらかというとそういう地域づくりとか町おこしに関わる企業さんの経営者か、読むのは、なるほど。というわけでワーケーションで地域課題を解決するという特集テーマを掲げている雑誌コロンブス2020年8月号増刊、8月号増刊なんだこれ、定価770円税込みね。これはねおすすめ、いいと思う。パキも読む、ね、読んでみる一緒に。ほらここロボット出てこないね、ロボット、ね、